台所流し、流し台とは、台所等に備え付けられている、水等を流す、排水口を備えた、水槽状の台のことである。シンクとも言う。使用場所により、台所用流し台、掃除用流し台、洗濯用流し台、実験用流し台、薬品用流し台などがある。シンクは、沈む、沈没する、沈下するなどの意味であり、これが転じて、 台所の流し台を意味するようになった。日本語でシンクといえば台所のイメージが強いが、英語では洗面台や下水口、さらには汚水止めなどの意味もある。二層式ステンレスを素材としている場合が多いが、アルミや放浪、コンクリート、大理石、または大理石に似せた合成樹脂などでできている場合もある。台所天板との取り合いによって、 オーバーカウンター方式、アンダーカウンター方式、一体化方式などがある。オーバーカウンター方式は、台所天板に上部からシンクをかぶせネジで固定した後、隙間をシーリング処理したもの。接合部が丸見えになるので見栄えが悪いが、漏水点検はしやすい。アンダーカウンター方式は、台所天板の裏側から固定したもの。 接合部が見えないため漏水に気がつきにくいが、異常性に優れる。最近のシステムキッチンはこの方式が選ばれることが多い。一体化方式は溶接などで台所天板と一体化し、研磨処理したもの。異常性に優れ漏水の危険も少ないが、材質が限定される。層の数による分類もある。一層、式、二層、式、三層式などがあり。 家庭用には一層式が使われることが多い。食材と食器など用途の違うものを別々に洗うために使われる。レストランの厨房などでは衛生面の観点から服装式の使用が義務付けられている。業務用のシンクには家庭の風呂置けにも匹敵する大型なものもある。洗面用の流し洗面用に使われる流しは洗面器とも呼ばれ。 家庭用においては洗面化粧台と一体化して合成樹脂で作られたものが多い。学校やプールで用いられるものはコンクリート製、タイル店、最近は少ないが人造大理石時出しのものなどが使われる。店舗にはしがらき焼きなどの陶器製、調理用ボールを転用したステンレス製といったものが採用されることもある。 2020年の新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、手洗いとうがいの推奨励行から、可動式、下半式、簡易式で蛇口のついた手洗い機が使用されるケースが格段に増えた。下流しは、スロップシンク、マルチシンク、SK 流しとも言われ、家庭菜園で採れた作物や靴、汚れの激しい衣類などを洗うために用いられる。外部、または、 ファン外部の空間などに設置される。そこの深い大型のものが好まれ、材質は、陶器性が多い。ありがとうございます。